りライブって楽しい。うん、始まる前はドキドキでいっぱいなのに、終わった後はまた始まったらいいのになって。うん、そうだね。ファンの皆さんもそう思ってくれていたら嬉しいな。お客さんたちも楽しそうだったからきっと大丈夫。確かにこっちまで楽しくなったもん。皆さんお疲れ様でした。ライブ大成功でしたね。ありがとうございます。